今日夕方発足する第3次安倍改造内閣の全容が固まりました9人が初めての入閣で丸川珠代参議院議員が環境大臣に内定しました丸川氏は元テレビ朝日アナウンサーで厚生労働政務官などを歴任しましたまた沖縄県選出の島尻愛子参議院議員が沖縄北方担当大臣に内定し 留任の高市総務大臣と合わせて女性閣僚は3人ですさらに文部科学大臣にプロレスラー出身の長谷博史氏が起用されるほか自民党の河野行革推進本部長が行革担当大臣に岩木元官房副長官が法務大臣に内定しましたまた改造人事の目玉である一億総活躍担当大臣に加藤官房副長官が 農林水産大臣には自民党で TPP 対策委員長を務める森山博士氏が起用されますこのほか高木元国土交通副大臣が復興大臣に就任し公明党の石井政調会長が国土交通大臣として初入閣する方向です一方経済産業大臣には衆議院の林議運委員長が3度目の入閣になります そして、麻生副総理兼財務大臣、岸田外務大臣、塩崎厚生労働大臣、中谷防衛大臣、菅官房長官、甘利経済再生担当大臣、遠藤オリンピック・パラリンピック担当大臣、石場地方創生担当大臣は留任します。